レモンスカッシュスコア。よかった、来客用の布団があって。はい、エイトはここで寝てね。エイトくんベッドじゃないの？これは俺が寝るベッド。一緒に寝てあげてもいいのに。多分寝てる間にどっちか落ちると思う。それはありえる。じゃあ電気消すね。明日のアラームをセットしてっと。ねえねえ、ひなた、やっぱりベッドと布団交換しようよ。さっさと寝るように。明日の仕事寮から行った方が早いから、エイトを止めてるんだからね。ちぇ、わかったよ。おやすみ。おやすみ。早っ、もう寝てる。ま、エイトくんも寝ますか。人んちで寝るの久々すぎて眠気が全く来ない。役者のお仕事で泊まりの時とかどうしてたんだっけ。どうしてたんだろうね。え、あ、寝言か。びっくりした。寝言なのにすごいはっきり喋るんだな。これは俺たちの冒険の最後に訪れた壮絶すぎる戦いの物語。何何、急に。本当に寝言？実は起きてるんじゃないの？いや、寝てるか。終わりまであともう少し。そこに現れたラスボスに俺たちは身震いした。どんな夢見てるのさ。俺たちの攻撃は全く歯が立たず、ただ体力はすり減っていく。いつになったらこの戦いに終わりが訪れるのか。さっきから気になりすぎるんですけど、普段日向が起きてる時はこんな描写が深い話しないのに。もうダメだ、俺たちじゃ勝てない。もうこの手しかないな。ここは俺一人で持ちこたえる。今のうちにお前は先に行くんだ。え、そんな展開になっちゃうの？誓ったろ、一人になったとしても必ず生きて帰るって。さあ、俺が足止めしている間に行け。そして伝えるんだ、俺たちの冒険の物語を。ダメだって。アバよ、村に帰ったらあの子に達者でやれよ。ひなた。ひなたの壮絶すぎる寝言は一晩中続いた。めでたしめで…壮大すぎる話だった。そろそろ寝ますか。って、朝の日差しが部屋に…朝だ。いや、今日はいつになくすっきり寝れたな。なんでだろう。あれ、どうしたの？エイト、めっちゃ眠そうだけど。あんなに泣ける夢は初めてだよ。え？その日のお仕事は散々でした。